はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、究極テクニカルバトル最後の波紋を受け継ぐ男、シロの試練編ですね。こちらの方を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダーバイスケですね。何も死ぬことはねえ、湧き上がるケナス、増援 ATK& 移動距離武装ですね、出てます。続いてシゲシですね。波紋の治癒、壁コン、勇気の産物を入れてます。続いてオラタロですね。生命時期やらせていただきました。仲間連携を入れています。スタンバイにはですね、ジョナサンですね、プラリンのジョナサンですね、見習い援軍スキルゲージ回復、援軍お席へどうぞを入れております。まあ、視野派がついていれば何でもいいっていう感じですね。さあ、フレンドには無駄利用を迎えてます。では参ります。もうほとんどバイスケでいくような感じですね。さあ、ここはシゲチでサクッと倒しておきましょう。壁張ってれば問題ないですもんね。今度はいろいろと怖い、ギザリザ先生がいますが、はい、気を取り直していきましょう。忘れておりましたね。スマッシュを打つとね、壁が消えるんでしたね。いろいろ、いろいろ厳しいことになっておりました。さあ、今度はどうしましょうっていう感じですね。まずはゲージを貯めておきましょう。さあ、続いてはもうシゲチ CS ですね。いっちゃいましょう。お、ドラゴンが落ちてきました。ありがとうございます。さあ、では、恐怖をね 100% 経験するので、まあ、オラ太郎で倒していきましょう。ちょっと時間かかりますが、確実にね、倒していけるところから倒していきましょう。あとはゲージが溜まってくれるかどうなのかなんですが、全然溜まる気配がありません。溜まる気配がありません。もう我慢できませんでした。今度はシゲチ CS で倒していきましょう。次はね、ケニジーが来るので、ね、あんまり意味はないですが、
で倒せるかな。倒せましたね。とりあえずは良かったです。一応これでいけるかな。産物がかなり乗ってるのでいけるといいなという感じです。さあ一応近づいて産物やってみます。産物ディメンションですね。ディメンションは効果がなかった、残念。ではゲージをちょっと貯めていきましょう。ターンがスキップしましたね。これだと倒せるような気がするんですが、どうでしょう。一歩下がってしまった。やらなきゃよかったっていう感じです。さあここはいけないパターンになりそうです。肝心な時にターンはスキップしない。全然大丈夫でしたね。良かったです。さあそれではバイスケで倒していきましょう。ちょっとミスりました。では、気を取り直していきたいと思います。普通はいや、もうここはバイスケでいっちゃいましょう。バイスケ CS でで倒せました。一応はゲージを貯めておきたいので少し走っていきたいと思います。ちょっとです。はい、溜まりました。オーバーヒールです。さあシゲチの CS でジタをしました。さあ続いて第3ラウンドですね。さあどんどん倒していきましょう。出るかな。とりあえずは全員を倒しきれる形ですね。倒しきれました。あとはどこで止まれるかです。ここで止まってみましょう。どうだ。大丈夫でしたね。
さあ続いては、これはちょっとミスった感じですかね。今度は死亡時の方が残りましたね。はい、無事に、3ラウンドクリアですね。続いて第4ラウンドですね。ここは引退して、あっとやっちゃった。はい、ではちょっと気を取り直してまた行きましょう。仲間連携でよしという感じでやっちゃいましたね。もう本当に仲間連携のおかげでとんでもない事態をよく巻き込んでしまいます。自分自身でやってしまいます。これでいいところまで行けたはず。倒せるか、上司系が倒す、上太郎ですね、上太郎が倒せるか、スティービーダンが倒せればなおよし。倒せましたね、スティービーダン倒せました。さあ行きましょう。今度は上太郎に対してます。これはいけない。一回ミスしておりますからね、よくない傾向です。良くないことになっております。まあ、これでシゲチーがねいるので、シゲチーの CS へ倒していきたいところです。はい、倒せました。ホエワもね倒せそうですが、さあサルを巻き込みつつ倒せるのか。これは倒せてますね。さあここで三物も乗る。さあ行きましょう。ここはもう押し込みでいいですね。あとはきちんと倒せているかですね。倒せていませんでした。さあ今度はシゲチでいきましょう。ちょっと遠めで、ちょっとグダってましたけど倒せました。さあ最終ラウンドです。
が即しげちんしげ発動です。さあしげちんを3分に乗せて倒していきますが、さあバイスケで突っ込んでいきましょう。打ってきたやらせてジョセフ、さあ CS を打ってきます。この CS かっこいい。これは厳しい。しかしこれで増援のおかげで強くなっております。そろそろ倒せましたね。よかったです。はい、無事倒すことができました。クリアです。はい、最後までね動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。ではまたどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラーサバ対